皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。アニメ、ドラえもんのドラえもん役などで知られる、声優で俳優の大山信代、本名、山下仙代イコール山下信代、3が9月29日に老衰のため、死去したことが分かった。90歳、所属事務所のアクターズ7が発表した、すでに親族のみの密葬を済ませている、写真、2009年、 夫の砂川圭介さんと『徹子の部屋』に出演した大山信代さん関係者によると今年に入ってから体調を崩しがちで入退院を繰り返していた最後は9月19日に入院し静かに旅立った晩年は認知症も患っていたが食べることが大好きで入居した施設でスタッフがご飯ですよと声をかけると笑顔を見せていたという 大山さんは1933年10月16日生まれ、東京都出身。幼少期から個性的な声を持っていたという逸話がある。役者を目指し、俳優座養成所に第7期生として入所。1956年に NHK ドラマ、この瞳でデビューを果たした。そのハスキーボイスが目に留まり、1957年9月放送の、名犬ラッシー。 きえで声優としてデビューその後、1979年にアニメ「ドラえもん」で主人公のドラえもんの声を担当。5年に勇退するまで26年間担当し、日本を代表する声優となった。大山さんは、「ドラえもん」のほか、アニメ「サザエさん」では初代磯野勝夫役も担当。アニメ黎明期を支えた。 2001年に直腸がんが発覚しドラえもん以外の仕事を全て降板その後入院を機にドラえもん降板に至ったその後2010年にはアクションゲームでアニメ化もされた弾丸論破で謎のぬいぐるみ型学園長モノクマ役を務め5年ぶりの声優復帰人生初の悪役を演じ話題を集めた声優のほか女優としても活躍し 映画「思えば遠くへ来たもんだ」ドラマ「水戸黄門」「破れがさとう悪人狩り」など人気作に出演さらに料理研究家としての一面もあり TBS「大山信代の料理屋一番」という冠番組を持ち料理を披露他にも歌手脚本家エッセイストなどマルチな才能を発揮し幅広く活動した 私生活では64年に番組共演が縁でタレント佐川圭介さんと結婚2人はおしどり夫婦として知られ砂川さんは神さんはドラえもんなどの著書を上司した15年5月に砂川さんは会見を開き大山さんが認知症を患っていると公表壮絶な介護生活を綴った娘になった妻信代では夫婦対談で 病気の君を置いて先には死ねないよと伝えていたが17年8月に大山さんを残し亡くなった。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。